キチャンネル。ちょっ。こんにちは。さあドラフト戦略オリックス。さあ3連覇ですよ。はい。3連覇したオリックス。はい。いや数字見てもチームの成績はチーム打率、チーム防御率全部飛び抜けて。はい。いいんだけども、うん、でもそんな固定されてないんだよね。うん。野手とかもね、はい、そんなびっくりするぐらい正直固定して戦ったの怪我もあったからいなくなったけど、まあ、森、若月、うん、紅林、まあ、宗、うん、頓宮、中川、うん、まあ、ここらぐらいやろ野手は ね、 そうですね。あとは結構流動的に、うん、セカンドもね最後足立とか出てきたけど技能とかもそうだし、はい、あ茶のね、うん、で杉本すら一二軍入れ替えもあったし ね、 ね、あと野口ね、うん、っていうところもあるけども、でピッチャーがね、はい、山本がもうメジャー移籍するでしょうでしょうね、うん、あとあのこちらのアマチュア担当が、はいはい、山崎幸也 FA するかもしれない問題言ってくるから、あ FA 取ったんですか、まあ、FA すると思います。あそうですか、そんなすると思います。そう、はい、他球団の評価を聞きたい、あ、うん、言うんじゃないかな、うん、まあもちろん自分の球団に居場所はねたくなんかあっても、うんうん、ね、他から年俸も上がるし、うん、そうなんです、ちょっと聞いてみたいですよね、はい、あとはね250セーブ迷宮返り、うん、ピアロね、うん、まあもうベテランになってきてるからね、うん、外の後釜もいるやろうっていうところで、はい、佐々木見つけました。ドラフト1位、1位、ああこちらでこちらからいきます。佐々木のオリックス、はい、ドラフト1位戦略、はい、第1回選択希望選手オリックスバファローズ上田久斗。おお、そこ行きますか。内野手明治大学。ああ野手で行きます。野手、うん、じゃあまあ一通り聞きましょう。じゃあファン代表、ファン代表決めました、うん、もう私はもう基本の願望なんで、うん、そうそう、はい、ファン代表だから、そうですね、うん、第1回選択希望選手オリックスバファローズ、ちょっと順番が順番がオリックスまだ慣れへんの、慣れない、オリックスバファローズ下村、海斗、青学投手青山学院大学だからな青学って言ったらもうできねえな、もう全部もう全部略してるから下村くん、うん、はい、じゃあ、まあまあ、はい、全員聞いてから話し合おう、はい、第一選択希望選手ちょっと似てるんだよな、前田優吾、うん、大阪桐蔭高校、おお、みんななんか違う感じでいきましたね。じゃあ俺からいい、はい、いやピッチャー確かに山本も抜けるし、うん、ね、山崎幸也もひょっとしたら FA でいなくなるかもしれへんっていうね、うん、ところがあるから、まあ、ピッチャーかなって思ったんだけども、これもずっとこのドラフトで言ってるようにピッチャーいっぱいいるんだよ、はい、いっぱいいるから、うん、ね、うん、ここはあえての野手っていうところで、まあ、山本が抜けても、はい、今年、まあ、東もね、うん、いいところ出てきたし、うん、曽谷もね、はい、来年は多分ローテーション入ってくるのかじゃないのかと、うん、あと木の木がねリハビリでどこまで頑張れるのかっていう、はい、うん、ところもあるし、で、まあ、外国人も取ってくる可能性もあるから、うん、まあ、なんとか補えるんちゃうかと、はい、ってなった時に野手もいいんだけどやっぱ流動的だから、うん、またしっかり吉田正尚みたいな核なる選手をまた見つけたいっていうところで、うん、上田君行っての俺ハズレ1位もちゃんと用意してる、はい、おお、ハズレ1位、はい、ハズレ1位そんな言い方しませんせえハズレ1位初一戦、はい、東恩納蒼生、沖縄小学校が初一、やばいです。東恩納なんですね。まだもともと大学に進学するっていう話で、うん、どっかの会でも言ったと思うんですよ、うん、それは、うん、でもそれがね、コロッとかあって最近になって出したんですよ、プロ志望届けは、うん、まあ、宮城もいるし、はい、ここもし外れたら、まあ、前田君もいいんだけど、うん、外れないじゃん、はいそう、誰もないから、うん、外れたら東恩納君で、うん、1位はちょっと野手補強をしようかなっていう、はい、で、まあ、宗はね、今サードゴールデングラブも取ってるけども、うん、まあ、どこでも宗は回れるからで、はい、もあるしねっていうところでも俺はいいんちゃうかっていう。おお、なるほど。じゃあ先生、はい、そうですね、僕は過去を見てても、まあ、育成で中田君っていうのも大阪桐蔭出身を取ってるのと、うん、あと池田、うん、で澤田、うん、今ロッテに行っちゃってますけども、うん、過去やっぱり大阪桐蔭好き
説あるんですよ、うんうん、やっぱ滋賀県出身は滋賀県、まあ、近畿地区出身で、まあ、大阪桐蔭地元のスターを1位で大阪と市民一体になって育てていけるっていうところから前田君行くんじゃないって高卒ピッチャー結構育つじゃないですか、うん、オリックスそうみんな確かにね若いところが出てきます、ね、森も来てるしね遠いそうなんですよ、うん、でそういうことで、まあ、環境的にもいいし、うん、でさらに前田君って本当に国際大会ですごい活躍して、うんまあ、もう優勝をね、うんうん、導いたんで、うんうん、前田君しかないんじゃないかなって逆に、うん、おもう地元枠じゃないですけど、ぐらい思ってます、うんうんまあ、私は、まあ、後輩を推したいっていう気持ちがまずまあ第一にはありますけど、うんうんうん、あのやっぱり山本由伸投手が抜けて、まあ、先発の柱の右ピッチャーが抜けると、うんうんまあ、山崎幸也投手も分かんないけど、まあ、そんな中でだでもやっぱその出てきた人たちで山本投手の分を補えるかっていうところでやっぱり即戦力で使えそうなピッチャーが一人大卒でいたらいいなっていうところで、うん、右の今先ほど先発の即戦力って言われましたけど、うん、僕はもうちゃんと来年1枚いるんですよ、うん、あの育成の佐伯君が必ず上がってくるので、うん、これは彼が絶対6勝ぐらい押すなお前なので大丈夫なんですよ東君みたいな感じで阪神の佐伯じゃないよねオリックスの方だよ最近の後輩もまたいいんですよ来年ドラゴンですけどオリックすごいですよ東投手もだってポッて出てきてあんだけね、うん、負けなくて不正からですからね本当に、うんはい、だからあとね、まあ、2位以降で言うとキャッチャー取った方がいいと思うんだよねおーそれなんでかっていうともう頓宮多分キャッチャーやれへんと思うね、うん、だからキャッチャー取ると人数少ないね全体的にそっかだから下位でもいいから、うん、キャッチャー取った方が俺はいいと思うんだよねそれはあの年代的にはどこのってありますか、まあ、年代はどこでもいいんだけど、まあ、この寛大の有馬くん、うん、寛大だからっていうのもあるし、はいまあ、ここも滋賀、うん、あらセット前田くんと滋賀滋賀で、うんまあ、もしくは堀くん報徳学園ああ、ね、報徳の報徳ね、うんうん、もういいと思うんだよ俺はねで上武大の進藤くんは、うんうんソフトバンクあるんちゃうかっていう。なんでですか？彼しかいないから。ああ。で、福岡出身だから。筑陽学園、から上武大学っていうのもあるかなと思うんで、まあ有馬くんかこの堀くんあたりのキャッチャーはやっぱ人数的にもちょっと足りひんから、うんうん、俺は1枚入れててもいいんちゃうかなっていうところはあるんだよね。おお。あちょっと外野にはとちょっと大砲系がいないんだよね。ああ。伊佐のラオですか？伊勢のラオあ、レオン君、村田レオン君ね名前覚えてるすねそれかもうこの広陵の小林君あ出してないね、まだねうん、出してほしい鹿児島のラオもいるよ鹿児島にもラオいるんですかうん、妙精鹿児島のラオもいるよ、鹿児島のラオ広島のラオもいるんですよお、真鍋君いや、もう広陵もう残ってないやんこれ今、あの3位以下ぐらいの話してるから絶対残ってへんやんそうなんかあれですね、うん大阪のラオ、履正社の森田君とか、はい、この子もファンあるしね、そうやな、まあ、でも1位にピッチャーと野手1人ずつぐらいか、うんね、でキャッチャーは下位でもいいから、まあ、3、4位ぐらいでキャッチャー1人取っときたいけどね、うん正直、でまあ、森コンバートっていうのもあるからね、もう、あもうライトとキャッチャー併用みたいな。うんだから若月も出な、だからキャッチャーいる。もうそうですね。で森はまあキャッチャーも出るし、若月が出るときはライトとかね、うん、っていうところも、あの打撃使わないのはもったいないからね、うんうん、若月が出るときに。あと DH だけってなるとね、うん、外国人バッターも含めて起用法がちょっと偏っちゃうから、うん、そういった面では森のライトもやりやと思うね、うん、そしたらまあ外野埋まるんだけどね、うん、でも大砲系欲しいよね。ちょっと全体的にね、うん、内野も含めて大砲系がね、うん、やっぱいないのよ。うん、全員なんかちょっとアベレージ的な感じで、まあ、外国人で埋めれればいいんだけども大砲系は取っといた方がいいから慶応の広瀬君どうすか？ん慶応の広瀬君新妻君パワーあんの？鍛え抜いたパワーが武器って書いてあるキャッチャーで、うん、あの打てるキャッチャーっていう感じですね、うんうんうん、新妻君は、うんうん、それかもう伊原君行こうか、ミキハウス大阪高冠高校から日体大外野、うん、右あと何気に渡来もオリックスフィットしそうでいいんだよね。うん、2位残ってないから残ってないんじゃないですか。しかもオリックス最後の方やからな、うん、だから1位ピッチャー前田君行って2位渡来もめっちゃいいんだよね、うん、余ってたらね、うん、でもね何気に京都松陰の小笠原君もいいらしいですよ、うん、パワーがあって、うん、まあこれ愛知県の子なんですけど、うん、もう意外と評価が高いそうなんだ。高卒が20
29発ですね、うん、はい、ピッチャーと二刀流と言われてるんですけど、ピッチャーとしても最速144キロと、うん、でファースト、まあ、ファーストをメインで守る、左バッターで180センチ、96キロと大柄で、うん、なかなかね、パワーがあるみたいなんですよ、ピッチャーかな、野手か、中継ぎで即戦力いらないですか、いんの独立リーグから、お4位ぐらいで、ね、どうかなと思って、うん、4位、早いね、シーマ君ってことうん、徳島インディゴソックス、うん、また今年も、はい、インディゴインディゴソックス、うん、もう独立界のドクター K って言われてるぐらい、うん、球がなさい、うん、で、まあ、僕は中継ぎだと思うんですけど、うん、最速が159、うん、160キロ近いスピードボールがいるので、うん、オリックスぴったりからタイム的にね、うん、中継ぎで、うん、シーバ君を切ってほしいなと、うんうんうん、これ中継ぎ系いいの言う、お古屋敷拓セガサミ、セガサミパワー系だから、私もじゃあおすすめのピッチャーいいですか、うん、オリックス結構福士大好きじゃないですか、東北福士大、うんうん、好きで、ムクノキ投手とかもそうだし、うんうん、後藤良寿投手という、うん、で、地区としても出身三重なんですよ、うんうん、この秋のリーグ戦で29イニング無失点、うん、そうなん、はい、じゃあもう中日じゃん、三重だからあれ三重ってどこでしたっけ、三重東海地区だからちょっともうちょっとこっちじゃないですか、いやもうこっちだからあれじゃ近畿じゃないから三重は三重は東海か、中日かもう今三重って聞いた瞬間にもうそれはなんで中日で出しておらかったんやと思ったけどあれ伊勢の青で一緒じゃないですか、ね、もうあ、そっか、ママ福祉大好きなんで後藤良寿君、秋の東北のそのリーグで最優秀投手を取ってるんですよ、うん、私、いいと思います、右ピッチャー、はい、じゃあ、もう中日かなあ、あと、東北高校からハッブス大輝、ダルビッシュ2世って言われてるんですよ、いや危険危険、いや、あ、なんとか2世って言われてるうちは本当ダメなんだよ、なるかも、下町のダルビッシュとか暴走のダルビッシュとかめっちゃあったからだよ、はい、東北高校っていうのは、まあまあね、先輩だからね、あのそうハーフって、アメリカと日本のハーフなんですけど、あのでもいいのすごいスカウトの方とかもプロ注目って言われてるんですけど、なんかまだまだ完成はされてないけど、素質みたいなものはすごく見えるっていう評価を受けてるんですね、多分育成とかでもあるんじゃん、じゃの可能性も多分取られても下位だと思うんですけど、だからオリックスって若いピッチャーこうギュッと上がってくることあるんで、私育ててほしいなと思いますね、イケメンです、うんうん、俺はドラフト4位探してきました、4位ピンポイント4位と4位いい、誰ですか、はい、武田優、うん、投手三菱重工ウエスト、なんでですか、うん、履正社から明治、おで三菱、おでまあちょっとね即戦力系で、うん、4位ぐらいでどうですかっていう、面白いんちゃうかなっていうね、はい、ところあるけど、だからまあ野手行くのかピッチャー行くのか注目やな、1位はそうですね、うん、まあ、どっちでもありえる、うんうん、けど1位2位はピッチャー野手どっちかで、うん、4位までにキャッチャー1人は俺は取っといた方がいいかなっていうところはあるけどもね、さらにもう一度だけちょっと難しいんですか、育成だったら1位、育成1位ピンポイントやな、はい、まだ怒られるかもしれないですけど、はい、これ中京学院大学に赤塚君っていう投手がもうこれ、うん、彼も高校の時から僕好きで、身長も195センチ、うん、112キロ、うん、もう彼なんせストイックなんですよ、うん、で、中京学院大学ということで代表の候補にも2年生の時に入って、うん、マックス153キロ、うん、まあ、見た感じまだまだ荒削りかなっていうところで、うん、育成でちょっとやっぱ育ってもらって、うん、で、まあ、3年後とか4年後に、うん、今の東君みたいな立場に来てもらえないかなと、うん、でさらにもうねオリックスのゲンっていう、ね、うん、子がいるんですよ、うんうん、彼とも一騎打ち違いで、うん、あの中京大学でやってるんですよ、うん、高校でね、うん、まあ、だから環境的にもいいし、うん、彼のストイックとかを考えると育成で1位でどうですかと、うんうん、もうオリックスは育成から結構すぐ上がるチャンスってありますかね、茶野選手もそうだったし、うん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 、まあ、ということでね、はい、まあ、オリックスというところでね、はい、本番ね、どうなってるでしょうか、はい。